あれ行けるかな。ムクロガイ、ムクロガイに行きたい。気をつけよ。なんだ斉藤はじめくん。あ、そのままこれイベント始まっちゃう系かな。それは困ったね。闘技場、闘技場行きたい。あら、銃を大量密売。あら、いいね。超一流の銃使いらしい。あー、これでいろいろなんか多分修行してくれるんだろうな。一軒でしょ、やっぱり。やっぱりそこ入ってない。首危険、落ちすぎじゃね。落ちてる。首危険、めっちゃ落ちてるな。おっと、気付け。失礼。福引きやってっか。ちょっとちゃんと、さあ、いかがでしょう。壺の中に大きな壺あるな。大きな、大きな壺は見れない。ウビッケンいっぱい気軽に覗いてってな。そこのお客さん、あれ、ニワトリのあれをやりたい。待ってね、どこでしたっけ。あ、修行場、イットラムです。修行場なんてあんだ。ちょっと待って。どこだっけ？これだ。ここだ。なってますよ。どうです？どうないですか？いろいろありますよ。あ、何？ちっちゃいイベントじゃない。お侍さん、パン主だ。この近所に僕の神社があるんですよ。お前の神社。うん。うん。はい、じゃないの。そこ、そんなことも忘れてるよ。今が基本的に私はこの先にある神社にいるから、もし今があったら。了解了解。じゃあね、斉藤だ。よろしくね。絆あるんだっけ。さあ、どんだけ。私はそんなことより賭け事をしてお金を貯める。あれ、いなくなってる。あれ、こっちか。逃げんな、ボケ。逃げねえよ、ボケ。逃げねえ、ボケ。武士。あ、いた、早い早い早い。いきなり、いきなり攻撃、早い。いきなり攻撃はやだね。いた、強。強い。でも私も強い。なんか光ってんな、すごい。あ、いた。いてー、私もガトツ。ふみ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 。オッケー、達人。お、攻撃。ちょっと遠いな。えへへ。あった。
絡まれた絡まれたぞ。大物め、いて、いきなりも攻撃がさやるね兄ちゃん。いて、抜刀斎、危ないね、危ない、回転切り、いや、よいしょよいしょよいしょ、ちょっとにゃーみたいなどういう切られ方、いびつなネジ、許してくれや。この武器強いね、やっぱりいいね。いらっしゃい。間違えた、怪しい飲み屋、いらないいらない。毎度おつぼん中ないな、もうこれ外人のイベント始まんね、始まんねえ。オッケー、あ、ここだ、ここ旦那、ここ初めてかいな、競技場と言ってんな。競技場で合ってる？鶏を競争させとるんよ。手札をかけて着順を当てる。バクチバヤ！面白いで。やってくやろ。やってくやってく。手札混入。1点は100問や。何本いりまっか。何本あんの私。1両で100点。1両あるかな？はい、どう？あ、一両あった？やる！これでちょっとお金稼ぎます。カーソル移動、視点切り替え決定キャンセル。そんな難しくない。何？武器購入。カチンコーチン、カチンコーチン、カチン、なんかいやらしい。倍率見る、配当。あ、だから5、5、5、3、4だな、5、3、4。単勝とりあえず5回。連、あ、でも単勝、連、三連単みたいな。あ、やっぱあるよね。トリレン購入、何トリレン、5、3、4、あれ何点、これで買えん、決定できてんの、わかんない。点数がない、点数がない点数がない、点数がない、点数がないです。これかけられてんの、配当一覧から購入、まあ、いや、これでちょっとやってみっか。なんかね、裏技があるらしいんですよ、チラッと見て。果たしてできるか。なんかね、あれなんよ、競争開始まで残り10秒でこう終了、やめるからの開始。こうすると温泉の予感がします。なんかかけゼロなんだけど、かけられてることになってるっていうわけのわかんないバグが発生するみたいです。悪は体制整いました。いけいけいけ、だから外れても全然問題ないっていう。だからそもそも私は何にかけてたのか分かってないけど、いけ、まあ5番だよね、5番がなんか、あ、違う、4番じゃん。大健闘、晴れ吹雪、これでだから518点、やったぜ。でもらえると、ほら100が
ありますよね。100がもともと100かけたのにかけてないことになってるっていう。 OK、 これを繰り返しやっていく。一気に出た。こりゃいい。うわー、こりゃいい。土佐の土佐の土佐か。土佐の土佐か。土佐の土佐か。現在先頭は小屋入り娘。小屋入り娘。ネトリメ、ネトリメトリ。早口言葉。小屋入り娘。わあ、すごい。土佐の土佐か。土佐、おー、どっちだ。どっちだ。土佐の土佐か。無難な。41523当たってる。購入してる。やったぜ。すっげえもらえる。すっげえもらえる。すっげえもらえる。もうやめる。え、見事的中しましたやん、旦那。さすがやな。わての目に狂いはなかったわ。やはり旦那は勝負師としての才能があるわ。違うんですよ。イカサマしてるんですよ。絆も増えた。じゃ、闘技場行こう。あれ、よろずやドンキホーテ。ドンキホーテ、聞いたことあるな。待ってね、博打屋さんってさ、寿司三昧もある。あれ、こんな時代にあったん。教室。博打のさ、よろずや、よろずや多いな。恵比寿や。あった。ここ目的地。よく積む。あれ。あ、外国人。あれ、絡まれる。助けないと。平たい族。俺たちは革命上位だ。外国人には死んでもらう。いやん。それは困ります。確かに。変化越しの男。私はクリックというものです。我が国の農学知識を伝えるため、日本に来ました。この国の農学はまだ遅れてある。私の持ってる知識を伝えていくことで、飛躍的に進歩を遂げることができるはずです。それは素晴らしい。日本の農業の発展のためにも、ここで殺されるわけにはいきません。クリックさん。だから殺すのやめてください。うさんくさい外国人。No, no, no, no. 儲けようって魂胆だろ。そんな、私は日本のために、外敵め。よま行け。ん？一刀両断だ。上位派が外国人を殺し回ってる。そっか、実際に殺しちゃってんだもんな。恐ろしい。止めさせてもらう。日本人のくせに外国人の肩を持つとは、非国民め。ええじゃないか、ええじゃないか。あくび回してる。恐ろしい。ならず者。見て、蹴りしてる。攻撃力強いね。いいね。いや、いたー。槍は痛い、槍は痛い。くっそ、あー、いたー。ぶな、いたー。崩すやつはそんな攻撃力高くないから。後ろのやつは何やってんだ。危ない。あ、来たー。ちゃ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 。普通にやっぱ攻撃力強いな。ほらほらほら、踏んじゃ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 。オッケー、上位成敗。くそー、強い。無差別に殺そうとしとる。なぜだと？この国に外国人は必要ないからだ。
買わなし。そうとは言い切れないだろう。外国の知識や文化を取り入れることでこの国をもっと良くしていく方法もあるはずだ。確かに。黙れ黙れ。日本には日本人だけで十分だ。冷たい若者。あら、排除対象者になっちゃった。まだまだ続くのか。ありがとうございました。あなたのおかげです。でもこのクリークさん強そうだけど。この近くにある施設で農業を教えてます。俺は斎藤だ。確かにね、捨てる神入れは拾う神ですから。もちろんです。助けてくれた斎藤さんも日本人ですかね。彼らがなぜあんなにも外国人を憎むのか私にはわかりません。だけど私が本当に日本のためを思ってることを知ってもらえば、きっと彼らもわかってくれる。私はそう信じてます。ええ。まあでも口で言ってもわかんない人はいますから。志は同じはずなのに分かり合えないというもんなぁね。もどかしいね。見てみてもらいたい。私は心からそう思ってるんだす。あんたの考えは分かった。まあそうだよね。危ない橋渡ってますもんね。隣に橋ありますけど。どうもありがとう。ウルイクさん。ちょっとなんか傾けたな巻き込まれるよね 100% ズボンの中なんもない。調べる。至る所にあるね。はい、ここでポイントどんだけ1万ぐらいあります。この1万ポイントどうやって変えられる？お金に変えられるのかな？それともなんか景品？あ、景品交換。木札交換。木札はいらんか。道具と交換。装備品、道具。まず道具。あ、傷薬とかいいね。3点。ちょっとあれだな。あ。いいのかな、土。何これ。武器作成用の素材です。使うには少しもったいないですね、だって。まあ、でもいっぱいあるよ。いっぱいあるよじゃない。いっぱい買えるよ。15000、10個。20個いっちゃう？わかんないけど。これ何？ハッチは低いです。売れれば。あー、これで資金をね。にゃるほっと。にゃるほっとな。20個もいらない？わかんないけど。結構な価値。かなりの価値。かなりの価値。希少。こっちのがいいってこと？これさ、どっちのがいいんだろうな。まあいいや。いっぱい。持ち物がいっぱい。ちょい。まさかの持ち物いっぱい。いっぱいおっぱいだな。これでさ、おいっちょか。こうか、とか。なるほど。これさ、鶏でやるよりこっちのがいいのかな？稼げんのかな？ちょっと後で調べてみよう。ちょっとエビス屋行って売ろう。お金を。おい、しません。ちょっと待って。エビス屋。エビス屋。話す。いらっしゃいませ。売る。装備品じゃない。装備品ではないです。ごめんなさい。いらっしゃいませ。持ち物。銀の皿。あ、鉄の皿もある。あ、3両だって、すっげえ。やったぜ。ミミズ。よもぎ。ウイザメタン。井戸の清水。井戸の清水。酒。
あ、酒全然売れねえでやんの。骨。一体何の骨なんだろう。ちり紙。ちり紙いらないもんね。ヒートゲージある程度上げてくれるだって。ちり紙なんて9個もある。いらねえ。これ1個だけ取っとくか。あ、これいるよね。新品のネジ、歯車。OK、これでいいかな。18両ももう、素晴らしい、ね。おきに。はい。これ、絆増えるか？絆増えるのかい？なんか売ってる。鉄くずとか傷薬、あはは、骨なんて何？鉄くずいっぱいあるもんな。コンペット、子供に人気のある、はいはいはい、傷薬、まあいらんでしょ。僕いっぱい積んだな。よし、闘技場行こう。怪しい所持品。いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいました。ここは、猛者たちが集まる闘技場。おのおのが自分の肉体と相棒となる武器。あー、武器。武器。刀や銃を持ち込んでもいいのか？もちろんです。この世、刀や銃は体の一部と言っても差し支えありません。マジか。相手もいろいろな武器を、そうだよね。死んでしまってもこちらでは責任を持てませんので。ふふふ。ふふふよね。まず、洗礼の間に挑戦することをお勧めします。はーい。了解です。ちょっと待ってね、これセーブしとこう。いらっしゃいませ。商品配布。斎藤はじめ、レベル19。練習情報。だから千年の間。から行きますか。勝ち抜き戦、100人切り、約勝ち抜き戦。賞金300文。少ない。1000文、2000文。5000文。はい。まあ、洗礼の間からいきますか。トゥルル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 。あ、1対1だよね。おお、広い。斎藤はじめ。はじめ。すごいね、早い。わお。崩して食う。で、普通に防御してたよ。なんだ、問題ない。危ない。裏、ガト2。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 あいた。崩して食う。あいた。オッケー。なんだ、問題はない。ポタッチ。やりか。やりはやだな。これ崩してっかな。天狗さん。崩してこない。危ない。あいた。オッケー。防御は崩されない。あれ、防御できない。開いた。開いた。防御できる。体力あるね。
これだから普通に銃で、あいた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 、危ない、銃でいいんじゃない、銃でボン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 銃でボンボンボン、銃のまんまかな、あ違う、出た金太郎、これ絶対防御できないやつだな、あ、でき、あ、できないか、金太郎OK、 後ろ取ってる、痛い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 、回避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 、痛え、はい、でか、ちょっと待った、回復しよう、あ、できない、できない、回復ができない、初めて知った、回復ができない、やっちゃったわやっちゃったわ、やばーやばー、全然ダメダメー、うざー